今日もスタートしていきたいんですが、ちょっと中島さんの姿がありませんね。小島研究員の出番はないんじゃないでしょうか。え、中島さん、何ですかその格好は。どういうことですか。今回のテーマはね、はい、私の方が間違いなく詳しいので。え、本当にアナログ人間じゃないですか。本当に私はアナログです。今回はちょっとデジタルな話させてもらいたいと思うんで、テーマはこちらです。広島県で育つ AI の専門家ということで、どうですかこの AI と聞いて。なんかかっこいいなっていうイメージはあります。教えがいがありますね。そんな小島さんでも実は AI のプロフェッショナルになれるチャンスがあります。県の方でですね、人材育成プログラムを今用意しております。そう語るのは県で AI 人材の育成に取り組んでいる小上正幸さん。まずは小島研究員がどれぐらい AI に詳しいかチェック。 AI は何の略でしょうか。正しいものを一つ選んでくださいということでね。どれだと思いますか。2番のアーキテクチャルはちょっとなんか建築っぽいので。お、はい、1か3だと思うんです。どっちかですね。恥をかくのが嫌いな人だ。 1。 正解でございます。これね、人工知能という意味、人が作り出した知能なんですよという話でございますよ。実はこの問題、県が取り組む AI 人材育成プログラムからの出題。県では無料でオンライン学習ができる仕組みを作っているんだ。その名も広島クエスト。下は中学生から上はなんと70代近くまで、老若男女が皆さん勉強していただいてまして、延べ600人ぐらいが今受講いただいてます。本当初心者から最初に AI とは何かっていうのを本当に優しく教えてくれるところから始まりまして、段階的に進めていくことが可能なので、もう全部達成していくと AI のプロフェッショナルになることも夢じゃない。だから何にも知識が最初なくてもチャレンジすることができる。はい、その通りです。私も全然 AI とかできる人間ではなかったんですけど、はい、少しずつ始めてですね、プログラミングかけるぐらいまでのレベルには今なっています。このオンライン学習の特徴はですね、広島にいながらにして好きな時間であるとか好きな場所で最先端の知識を学んでプロフェッショナルを目指せるということなんですね。ちょっとやってみたくなりました。ちょっと光が見えました。光見えてきた。見えました。嬉しい。 AI の人材っていうのはもう世界的に今不足してると言われてまして、まあ、これはもう日本でもまさにその通りで、広島県としても広島県内でですね、 AI が分かる、また AI でいろんなことができる人材を増やしていけば、これはまさに社会とか地域のためになるんじゃないかと、そういう考えで。さらに県ではよりレベルの高いスキルを身につけたい人に向けて、全国の参加者と腕を競い合うコンペを開催しているんだ。その内容というのが、テーマはですね、プロ野球でピッチャーが次に何を投げてくるかをみんなで予測しようっていうのを、2017年のプロ野球の全投球データを使ってですね、2018年と2019年の試合で実際に何を投げたのかっていうのを予測するという競争を皆さんでやってまして、社会に出た後にもですね、まあ、いろんな実際のデータを使って分析していくと思いますので、実際のリアルのデータを使うことでより実践的な AI のスキルを皆さんに身につけていただきたいと思っています。県では今後こうした人たちを県内企業とつなげていくなど、 AI 人材の活躍の場をさらに広げていこうとしてるんです。